こんばんは、金美館通りの藤村です。今日は先日のなんちゃって高級店のお話で出てきた雑費についてもう少し掘り下げて、雑費ってお店によってそんなに違うの？というお話と、この雑費のシステムが大きく関わっているフロントのフリーゴリ押しについてもご説明をしていきたいと思います。まず先日の説明でも出てきたように、雑費ってお店によってそんなに違うのかというと、めちゃめちゃ違います。これについては女の子側もいくつかお店を経験したり、他の同業の子から話を聞いてみたりしないとわからないんですね。ただネット上にも情報はある程度出ているものなので、本気で探そうと思えば雑費、高い、ほにゃららみたいな感じで検索すれば、だいたい各お店ごとのバッグや雑費が細かく記載されているまとめサイトが出てきたりもするので、気になる方は探してみてください。だいたい求人情報などには何万円バッグとまでは書いてあるんですが、そこから引かれる雑費までは表に出していないのがほとんどで、この雑費がいくらかによって手取りが全然違ってきます。今回お話しするのは関東のお風呂屋さんの高級店でのお話になるので、他の地域や価格帯だったり出張系のお店になったりするとまた話は違うと思うので、そこは踏まえてご視聴ください。まず大体全体的に川崎よりも専属4丁目の方が雑費が高いです。他の駅前風呂屋と言われている東京に点在しているお店と比べても、専属4丁目は比較的高いです。基本的にいわゆる普通の高級店の場合、お客様の支払う金額が6諭吉から7諭吉、それに対して女の子は4諭吉バックになります。この4諭吉から雑費やお茶代という名目でお金が引かれて、それはお店ごとにそのお店なりの名目や金額が決まっています。細かく言えば女の子によっても違いがあって、それは入店時の交渉で決まっていることが多いです。面接の段階で絶対にこの子にはうちのお店で働いてもらいたいとお店側が思えば、雑費の面で少し優遇をして好条件を出すわけですね。具体的に雑費の金額を言ってしまうと、良心的なお店は1本ごとに2000円、雑費の高いお店になると1本6000円、2本で1万5000円、3本目以降は雑費を取らずに1万5000円のままみたいな感じのお店があります。先日お話ししたなんちゃって高級店と噂されているお店になると、さらに割引のお客様の接客のバッグが 3.5 で、そこから雑費が6000円とかになるので、手取りが3を切ったりしてしまうわけです。それでこの2本ついたら1万5000円みたいなお店は、一見女の子からぼったくっているようにも見えますが、大体はこういうお店は他に指名料があって、それが5000円とかで、指名料は丸々女の子に渡しますという感じだったりもするので、本指名で1日5人も6人も呼べるような女の子にとっては別に悪くない話だったりもします。ただ大半の子はそんなに毎日何人も本指名で埋めるなんてできないので、現実的な話になると、ランカーでもない普通の子はお昼から夜の12時まで出勤をして3本くらいか、一番割を食ってしまう2本というのが平日ともなると平均的です。というか今はコロナだなんだで状況が違うので、もっとしんどい状況かと思います。さてここでフリーの話につながりますが、お店は早番遅番または通しでのそれぞれの受付終了時間間際になると、その日まだ接客をしていないお茶になりそうな子を積極的にフリーのお客様におすすめするという話は以前の動画でもしたんですね。よくお茶消しと言われているものです。もう一つフリーのお客様にご利用しをする女の子を選ぶ上で、この雑費もそのお店のシステムによっては大きく関わってきます。ここでもし皆様がお店の経営者だとして、雑費が1本目は6000円、2本目は1万5000円、3本目以降は雑費を取らないというシステムを採用しているお店だった場合、受付終了時間ギリギリに来たフリーのお客様にはどういう女の子をおすすめするでしょうか。
はい、そうですね。雑費が取れる2本目の接客になる女の子か、またはこれからの接客が1本目になる、今の段階ではお茶引きの女の子です。もう2本接客が済んでしまった女の子には、これ以上お客様をつけても雑費が取れないので、写真を出さなかったりすることもあるみたいです。徳姫にはいっぱい女の子が出ていたのに、いざフリーで遊びに行くと写真の出てくる枚数が少ないみたいな時は、こういった事情もあるわけです。フロントのおすすめというのは、お店都合で選んだおすすめだということですね。こんな風にお店側の事情で女の子の選択肢を狭められてしまうよりは、やっぱりネットでご自分で女の子を選んでご予約をしてからのご来店の方が、良い出会いに結びつく確率が高くなるんじゃないでしょうか。それでは今日はこの辺で。お上がりなさいませ。